今日のメッセージのための御言葉は篇百147編の1節から6節までです。お読みいたします。篇百147編の1節から6節までです。ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌をう、褒め歌おう、歌うのはよい。 誠に楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの散らされた者たちを集められる。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの基礎を包まれる。主は星の数を数え、そのすべて名をつけられる。我らの主は 偉大,で偉大であり力強くその栄置は計かり知れない主は心のましいものを支え足きものを地面に引き下ろされるお祈りいたします愛する天の父様ありがとうございますあなたが 素晴らしいお方です私たちの考える意調偉大なお方です今日もそのことを覚えてあなたのことをもっと知ることができますように私たちの心を開いてくださいそしてメッセージをしてくださる用具にあなたからの力あなたからの知恵がありますように そして、聞く私たちの心を開いてください。すべてを見てに占ねて感謝して、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。皆さん、こんばんは。Good evening. Are you there? Yes, 皆さん、元気していますか皆さん、ちょっと疲れていますね。 <laughs> いや僕も実はちょっと疲れていますね。本当に天気で疲れますね。でも本当によかったことは神様は元気です。そして神様は私たちに良いことを今与えようと願っておられます。今日のメッセージのテーマは「なんて素晴らしい心の打ち砕かれたものを癒してくださる主である神様。皆さん心の方に痛みありますか 多いね、痛みを持っている方は多いです。私も、そのような痛みを持っている時あります私たちは、たまに砕かれた心を持っていますでも、良い知らせはそれを癒してくださる方は見えます皆さんとともに今日はこのテーマについて考え合いたいと思います。The Lord our God who heals the brokenhearted, how wonderful is He?、はい 今日のその見、えー、言葉は紙百147編,14編3節です。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。で、それは主である神様の約束です。そうね、聖書の場合はよく主ってその単語は出てきます。それは一体何の意味でしょうね。次に、この主ってどんなお方でしょう主ってヘブル ヤオウェイ、ちょっと、えーえー、ごちごちになったけど、はい、次。それで、そのヤオウェイ、その方のことを表すんです。私はヤオウェイ、私はあるというもので、えーえー、私はあるというものであると、神様はご自分の名前の掲示を最初にイスラエル人の指導者であるモーゼに与えられました。 そ,うね、そして、主は神様の唯一正しい名前です。だからよく、旧約聖書、そして新約聖書に出てきます。この名前は、ヤーェはイスラエル人にとって神聖な名前であり、軽々しく口にしてはならない名前です。すごい大事でいる名前です。ヤーウェは救いのために神を呼ぶ者と共におられ、 近づきやすく、近くにある、罪を許し、心を癒し、備えられ、守られ、そして導かれる神様です。また、永遠に生ける神様は、創造である主です。で、その意味です。そうね。主って出てくるときには、まあ、いつも神様のこと,とをと考えてください。だから、 神様はそんなに、その主である神様はそんなに素晴らしい方ですから、神様を褒めたたえましょう。その四辺四百詩編百四十四十七辺一節にこう書いてあります。ハレルヤ誠に我らの神に褒め歌を歌,歌うのは良いです。誠に楽しく賛美はうるわしい。そして Living Bible の場合はこう書いてあります。ハレルヤ 主を褒めたたえましょう神を賛美するのはなんとうるしく喜ばしいことなのでしょうか神様を褒めたたえましょうなぜかというと神様は素晴らしいお方ですからその主である神様は具体的に何を,され何を約束してくださるんですそれは2節から書いてあります主はエルサレムを立てイスラエルの 散らされた者たちを集まれる。そして Living Bible の場合はこう書いてあります。主はエルサレムの街を建て直し、滅として連れされた人々を返してくださいます歴史のことが入っています。ちょっと説明します。 その約束されたイスラエル旅はどんな状況の中でしょうかそれは実は2500年前の話です。その時、イスラエルの民がずっとことの神様から離れて、罰として強いバビロン軍隊に負け、危険前586年にイスラエル全体がその支配下に入って、バビロニア人の奴隷になってしまったんです。大変でしょう イスラエルは神様から離れて、罰としてバビローニャに連れされたんです。そうねイスラエルはこの辺の国ですね。ねでも強いバビローニャ人と負けて、ここからこっちに連れされたんです。去られたんです。そうね、全然違う知らない場所に行かれて、ここで奴隷としての生活を送るようになったんです。 大変でしすべての希望を失ってしまったイスラエル人の気持ちはどうだったでしょう皆さん想像できると思いますね。それはすべてはダメです。首都であるエルサレンはダメです。神殿はダメです。国はダメです。私たちの希望はダメです。そして僕もダメですって。と思ってしまった方は多かったと思いますね。 イスラエルの神様もダメになったでしょうかもちろん神様は元気していますそう、ね。神様はダメになったわけじゃないです。まことの神様は元気で生きておられるお方です。イスラエルの神様はなおも全自然能の,の全世界を支配しておられるお方です。 自分の民であるイスラエル人の助けようと願っておられます。皆さん、イスラエル人は、まあ、ことの神様から離れてしまったんですね。自分勝手な生活を送るようになった上で、バビロニアに連れ去られたんですけど、神様はまだ続けてイスラエル人の方に助けようと願っています。私の王にに戻りなさい。 私に救いありますよ。私を新たに信じなさいって、このように、まあ、ことの神様は自分の民であるイスラエル人を、本当に自分の方に招いてくださるんです。主である神様はこう約束しています。主はエルサレムを建て、イスラエルの散らされた者たちを集まれる。主は,イスレ主はエルサレムの町を建て直し、 俺をを通ししてて連れ去られらたた人々を返してくださいます。あなた方は私の方に戻ればあなた方を本当にエルサレムにそしてイスラエルにまた返してください。返しまして、神様は約束します。そしてまた神様は次のことも約束してください。ます。 主は心の打ち砕かれた者やし彼らの傷を包まれる主は心の傷ついた人々を優しくいたわり傷口を覆ってくださいますすごい約束でしょうその奴隷になった方は本当に口砕かれた心を持っていますね神様はその心 癒してくださるという約束ありますイスラエルの状況はイスラエルの国そしてその首都であるエルサレムその神殿だけではなくバビロニア人の奴隷になってしまった希望と将来のないイスラエル人の心もダメになったということですそのイスラエル人の心の方に傷があります その心は壊れています。そういうイスラエル人に神様は約束してくださる。あなた方のダメになった国、そしてその首都であるエルサレム、またその私の神殿だけではなく、バビロニア人の奴隷になってしまった希望と将来のないあなた方の打ち砕かれた傷ついた心を癒し、 あなた方のキス口を追います。皆さん、それは本当に素晴らしい約束ですね。そのような人に四節にこう書いてあります。主はほ星の、えー、数を数え、そのすべてに名前を付け,れつけつ、えー、られる。次の書真。 イスラエル人を見て皆さんよく見ることができるでしょうかねそ,そ,その本当に、えっと、夜中の空ですね。星はたくさんあります。皆さん数えることができますか数えきれないですね。イスラエル人も数えることができなかったんです。だから見てください。誰がそれを作ったでしょうか神様です。 実はバビロニア人は星を拝んだんですね。星は神です、そのバビロニア人にとって。でも神様はその星の上です。神様は作ってくださった星は神様のものです。神様はそ,のそれぞれの星に名前を付けたよ。だからあなた方はその星の支配の下に入っていない。神様は神様しか支配者しかないです。 そして、ご説にこう書いてあります。我らの主は偉大であり力強く、その永知は明かり知れない。偉大な種の力は限りなく、主の知恵は無限ですって、そのご説に書いてあります。イスラエル人を見て、すごい力で神様はすべてを作ってくださっ,ておかったお方です。 また神様は同じ力を持っています。神様を信頼しましょう。神様に従いましょう。本当に神様は私たちをまたイスラエルの方に導いてくださる方ですってもう一度信じましょう。神様に本当にそのような力がありますから。その上6節にもう一つの神様の約束が書いてあります。主は 心の貧しいものを支え、悪しきものを地面に生き下ろされる。主はその謙遜な人を支えますが、悪者どもは地面に落とされます。イスラエル人を聞いて、信じて、神様はなおもすべてを作り、イスラエル人 イスラエル国も作ってくださって、そのあなた方の国を立て直してくださるお方です。偉大であり力強く無限の知恵で全知全能の神様です。そして全世界を支配しておられるお方です。謙遜なあなた方の心の貧しさを支えて、あなた方の敵、そのバビロニア人、 そのあるものを地面に生き下ろされるお方です。あなた方の砕かれた傷ついた心を癒してあなた方の傷口を覆ってくださるお方です。もう一度その偉大な神様を信じてその偉大な神様に従いましょう。今日の御言葉はこれですね。主は 打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。主は心の傷ついた人々を優しくいたわり、傷口を追ってくださいます。He heals the heart broken and bandages their wounds. 主である誠の神様は癒してくださりその金継ぎ師みたいに 作り直してくださるお方です。そうね、神様は私たちの,その傷ついた心を見て、このような心を作ってくださるんです。私たちの心を作り直してくださるお方です。もう前に、えー、その半年前に、同じようなテーマについて話したと思いますね。その時、 えー、クリスマスプレゼントとして、金ンツ氏は作ってくださったものをもらった、作品をもらったということを皆さんにも言ってたんですけれども、私にとって宝物です、本物です。その、えー、方の教室に、まあ、いつか行きたいんですけれども、でももうプレゼントとしてこのコップをもらったんですね。前はボロボロになった、バラバラになったコップは、金ンツ氏はまた作ってく直してくださったんですね。 素晴らしいものですね神様は同じように神は砕かれた心そのバラバラになった人生のそれぞれの部分を取り優しくそれぞれを組み立てて丁寧にその傷を自分の最高の愛で覆って美しい新しいものを作ってくださるお方です。 もちろんこの下の方は神様ではないね。<laughs> まあ、金継ぎ師ですね。そうね、この方はもしかしてこのコップを作ったかは分からないけれども、でも日本にこのような金継ぎ師は見えますけれども、でも最高の金継ぎ師は誠、まあの神様です。神様は実は御子イエス・クリストを通して癒してくださる天のお父さんです。 もう先ほど、マネキの言葉でこの御言葉を聞いたんです。もう一度お読みします。今はまあ新約聖書です。もともとその詩編は旧約聖書ですけれども、今新約聖書の御言葉です。6巻の福音書4章18節、19節に書かれています。イエス様はご自分についてこう語ります。主 それは天の父さんの礼が私の上にある。貧しい人に良い知らずをつけるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。意味は私に力、私の権威が与えられています。そう、ヤサワは言うんです。散らわれ人には解放を、目の見えない人には目の 目の開かれることを告げちたねなんていうんですかちかげられている人を自分の見年、主の恵みの年を告げ,告げるために意味は、イエス様を通して恵みがこの世界に入ってきました。そしてイエス様を通して やしが入ってきました。自由が入ってきました。ちょうどその前のそ曜びその聖書のナびかの時この主の恵みの年について話し合いました。イエスまを通して、神様はその恵みの年恵みの時代を、私たち人間に与えてくださったんです。人が癒されます。自由になれます。本当に恵みをいただきます。そのことです。 そしてもう一つのイエス様の御言葉は6か5章31節32節に書いてあります。イエスは言われました。医者を必要とするのは大丈夫なものではなく病人です。私たちは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。でイエス様は言われます。皆さん、イエス様は医者です。 その病人は誰でしょうか私たちです私たち人間です私たちはイエス様の救いイエス様の癒しが必要です実は私たち人間の霊的な病気がありますそれは何でしょうか次まあ、本来は神様との関係は親しい愛に満ちた関係だったんですアダムとエヴァの 神様との関係は親しかったんです。よかったです。しかし、罪で私たち人間と主である神様との関係は壊れてダメになってしまっています。罪というマーションの意味は私たちは神様に反逆したり、神様を無視したりする、その不信仰のことです。その結果、その罪で 私たちは霊的に病気になったんです。その病気を見ることができないんですけれども、でも私たちは霊的に病気になったんです。その病気で命の泉である神様との関係はダメになったので、本当の命、幸せな人生をあまり体験、満足できないんです。体験できないんです。残念なことです。 満足できる人生をあまり体験できないんです。その結果、私たち人間の間にいろいろな問題が入ってきたので、人間関係が非常に難しくなったんです。私たちは他の人を傷つけてしまう時もありますし、他の人から傷つけられてしまう時もあります。 そうね。そう、ハマみたいに、騙されていますね、私たち。裏切られていますね。いじめられていますね。どんどん私たちの傷が本当にまあ増えますね。皆さん、そんな感じですかたまにそのような気持ちになりますね。どんどん痛れてますね。私たちの心はどんどん生になりますね。 残念ながら、そして私たちもどんどん他の人のようにこのようにありますね。つきつきますね。人をい,い,い,いじめますね。残念ながら私たちはそのようなものです。だから、壊れた心を持っている人が多いです。私たちもそのようなものです。 ち砕かれた心のいろいろなタイプがあります。私に対して悪かった人の罪で砕かれた心がありますね。もう先ほど言ったんですね。いじめられた時に砕かりますね。本当にその,いその本当に嘘をつけられた時私の心が砕かります。そして私の失敗で 砕かれた心になりますね。例えば椅、椅子をついた時に、あの、方との関係はダメになって、心私の心の方にも痛みが、えー、あります。そして大きな問題、例えば病気で砕かれた心もありますね。本当に、たまに大きな問題にぶつかって、私たちの心の方に傷があります。 皆さん、あなたは心の打ち砕かれたものでしょうか。心の傷,に傷ついたものでしょうか。もしそうであれば、あなたは今何を願っているでしょうか。イエス様はあなたに、えー、聞きます。あなたは今何が願っているでしょうか。今、傷つけられたことがあります。癒しが欲しい。 と今、ね、願って考えているでしょうかそう願っているならあなたに良い知らせをつけましょう。神様は私たちの方にそう願っているならこう言われます。私は心の砕かれたあなたのそばにいます。あなたの傷を見ています。その傷を 癒やそう、金継ぎ師みたいに癒して、丁寧にあなたの人生を作り直そう。私の愛する子、イエス・クリストの犠牲を通して、その十字架の犠牲を通して、あなたの失敗と罪を許して、あなたに新しい私の愛する子供としての人生のスタートを備えようとしています。 ことの神様はあなたに約束してあなたをご自分のもとに招いてくださっています。神様の招きあります。どうぞ、本当に癒しが欲しいならば私のもとに来なさい。癒しが本当にあるでしょうかまだ笹サさんは本当にびっくりしていますね。 本当ですか本当に癒しがあるでしょうか皆さん、本当にありますよ。それは神様の約束ですから。主は心打ち,打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。主は心の傷ついた人々を優しくいたわり、傷口を追ってくださいます。神様は優しいお方です。 優しくて私たちの傷を本当に癒してくださる方です。大事な事実あります。私たちを作ってくださった癒し主であることの神様しか私たちの打ち砕かれた心を癒すことはできません。皆さん、お金で本当に癒せない。本当に人生の成功で。 癒された心をもらわない。友達の助けも足りません。ただ神様は私たちの心を癒してくださる方です。その命の泉である、主である神様だけが最高の金継ぎ師みたいに私たちの人生を作り直して私たちにご自分の子供としての新しい人生のスタートを備えることが できるのです。皆さん、それを信じているでしょうか癒すために、まず、本当に癒したいと思うならば、まず、見えないすべてを作ってくださった力強い全知全能の主である神様への信頼が必要です。まあ、本当に神様向けの信頼がなければ癒されない。それは確かなことだと思います。 そしてその主である神様はあなたの打ち砕かれた壊れた心を癒しその傷口を覆ってくださることを信じることが大切です大事ですまたこのような祈りが大事です主である神様あなたを信頼します最高の金継ぎ師みたいにあなたは私の 壊れた心を癒し、そのき、えー、傷口を覆ってくださることを信じますと祈りで告白することも重要です。告白できるでしょうかこのように祈ったことがあるでしょうか次に、あなたにあの霊的な病気の癒し、あるいは主である神様との回復された新しい愛に満ちた関係が必要です。神様との つながりが必要です。あなたに罪の許しが必要です。神様との関係はあなたの罪、失敗、悪いこと、特に不信仰で駄目になったからです。罪が許されて、つな悪いことが許されて、神様との関係が回復して、神様の家族の一人になり、天皇・父さんの子供として新しい、 霊的に癒された人生のスタートができるようになります。癒し主である神様との関係が親しくなって、心の癒しの道を歩むようになります。皆さん、その癒やされるために道が必要です。急に全部良くなるわけじゃないです。一歩ずつ神様の助けで、神様の優しさで、 癒しで癒されるようになります、一歩ずつ。でも、神様と共にその,道をその道をスタートすることができるわけです。結局、私たちは御子・イエス・キリストの十字架の犠牲で癒されます。それは第一ペトロ2章24節に書いてあります。 ペトロはイエス様の弟子だったんです。彼はイエス様についてこう書いてたんです。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、そのうち傷の上にあなた方は癒されました。で書いてあります。イコイエス・キリストの十字架の犠牲で、 私たちの罪が許され天皇父さんとの関係が回復されて良い親子の関係になりますそれで私たちの霊的な病気が癒され私たちは偽人正しいものになり新しい正しい人生を送るようになりますその人生の一つの特徴は私たちは 罪の許しの素晴らしさを体験して自分に対して悪かった人の罪を許されるようになることです。今、ええー、と思う方はいると思いますけれども、まあ、私たちは罪の許しが欲しいです。でも私たちの方に悪かった人の罪の許しも必要です。その人に罪の許しを与える必要性があります。もし、 その他の人の罪を許すことができないならば、自分の野心はどこまで与えられるでしょうか。また、イエス・クリストの打ち砕かれた上に、イエス・クリストの打ち傷の上に、私たちの心、私たちの人生の全体が癒されるようになります。一歩ずつ、私たちは癒されます。 その私の証です私は最近会議に行きました。その会議の時に友達に会いました。そしてその瞬間に私はその口笛を吹きながら友達に会ったんです。このような歌を私は歌ったんです。 友達はそれを聞いて、ヨーグさん、いつも元気ですねってと私に言ったんです。いつもそうじゃないよって私は反応しました。疲れた時もあります。でも私は歌を歌,歌いながらいつも元気になりますよって友達に言ったんです。皆さん、本当に賛美で元気になります。そして賛美で本当に 癒されるようになります。まあ、先ほど、神様は賛美,に賛美にふさわしいお方です。神様に賛美するのはふさわしいことですって、えーとそう。その詩援の作者は言ったんですけれども、本当に癒されるために賛美も大事です。なぜかというと、賛美の方はメルディと歌詞あります。メルディはだいぶ 私たちの頭の方だけじゃなくて心に入ります。そしてメロディを通してその賛美の歌詞は頭の方だけじゃなくて心に入ります。私たちは歌を歌う時に神様の素晴らしさを思い出すことができます。だから賛美しながら本当に癒される可能性があります。ぜひ賛美してみてください。 まいかどうか、上手かどうかと関係はない。賛美してみてください。あるいは賛美の歌を聴いてください。聴いた上で癒される可能性あります。その賛美で本当にその癒やしの、えー、道を歩めるようになります。御子イエス・クリストを通して癒してくださる天皇・父さんを信じましょう。まず全てはダメだと思って、 結局、救われたイスラエル人と同じように見えない、すべてを作ってくださった神様を信じましょう。イエス様の十字架の犠牲で私たちの罪が許され、神様との壊れた関係が回復されて、神の子供としての新しい、正しい人生を送りましょう。他の人の罪をも許しましょう。 イエス様を通して私の血の心の傷をも癒し、金継ぎ師みたいに優しく丁寧に私たちの人生を作り直してくださる神様を褒め歌を、神様の方に歌を捧げましょう。それで本当に癒しの道を歩めるようになります。 最後にいつもチャレンジの祈りがあります。皆さんまず読んでみてください。もしこのように祈ろうともならば、後でそのお祈りを神様に捧げましょう。ではまず読んでみてください。 皆さん、このような祈りは自分の心に合うお祈りでしょうか癒しが欲しいです、必要ですと、もうならば、今この祈りを神様に捧げましょう。お祈りいたします。主である真の神様、イスラエル人の歴史を通して、あなたは癒しにしてある、 方だとわかるようになりましたあなたを信頼します私の心は砕かれています壊れていますどうぞ最高の金継岸のように私の人生を作り直してくださいお願いしますそのために命の泉であるあなたとの親しい関係がどうしても必要です 残念ながら私の罪であなたとの関係が壊れています。ですから私は霊的に病気になってあまり満足できる人生を体験できません。どうぞ、イコイエス・クリストの十時間の犠牲でその罪、特にその不信をお許しください。これからあなたの子供として あなたとの親したし、親子の関係の中に生きるように。私に対して、悪かった人の罪を許して。正しい、い正しい、いあなたを心から褒めたタえる人生を送れるように、助けてください。神様のみなによって、祈ります。アーメン 神様の祝福をお祈りいたします。どうか平和の主、ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主はあなたのすべてと共におられますように。アーメン。